目くじり川と表参道2の鳥居寒川神社は神奈川県高座郡寒川町宮山に鎮座する神社、相模国和幸宮、演技式内社、旧国平中社、現在は神社本庁の別表神社、関東地方における著名な神社の一つであり、年間約200万人に及ぶ参拝者が訪れる。初詣の参拝者数は神奈川県内の神社では、 鎌倉市の鶴岡八幡宮に次いで二番目に多い。また近年、日本で最も昇電祈祷者が多い神社としても知られる。創建時期は不詳であるが極めて古いとされ、約1600年前の有力天皇の御代にはすでに朝廷より平白の宝直があり、縁起式神明朝では、相模国唯一の国兵大社として、朝廷の名神祭に預かる名神大社に、 別格された神社である。八方所の守護神として多くの参拝者が集まり、正月三が日だけでも約50万人が初詣に訪れる。元日午前0時には、大太鼓の合図とともに八方所祭り、元旦祈祷祭が行われ、近年では、芸春ねぶたの初点灯も実施されている。著名人の参拝が多いことで知られる。その他の項目を参照。このほか 宗教法人としての寒川神社は、寒川病院を運営している。現在の祭神は、以下の二柱で、寒川大名神と総称される。二柱とも聞きには、記載がなく、詳細は不明。寒川比古命、の寒川日、女命のは、大水上命の御子とする説もある。大水上命は、無渡るの神社で祀られるが、この神も、大山積神と、同一視されるなど、 詳細は不明。また、祭神については他にも、助川大明神、八幡神、八幡、大菩、薩、あるいはくくり姫命、沢女神、須佐の尾の命と稲田姫村、大名口の村などの小説がある。現在は、神奈川県中央南部、相模川河口から約7キロメートル遡った、左岸の定大地上に鎮座するが、弥生時代には、相模湾が当地入り込んでいた。 古代より相模川沿い一帯に勢力を誇った、愛武国像がおり、愛武国像の創者として造営されたと推定される。約1600年前の有略天皇の代にはすでに、朝廷より、平白の宝兵があり、以後、桓武天皇の代である延暦7年5月をはじめ、朝廷より、平白、直裁が行われた。さらに、俗日本語記にて、上和13年9月8日には、 十五位下の女医が授与される。縁起式新名町では、相模国高座郡寒川神社名神台と記載され、名神大社に列している。奈良、平安時代の古代東海道は、平塚市、篠宮付近から相模川を渡り、寒川町南部の田畑、和幸宮付近を通り北上して、寒川神社の東側を通過し、目くじり川に沿うように国分寺がある。 蛇ビ方面に通過していたと推定されている。また、鎌倉時代の、東鏡には、一宮助川大臣と記載があり、相模国の一宮とされたことがわかる。源頼家が誕生した際には、源頼友より、新名の奉納等があった。以後も、法上氏から崇敬された。戦国時代以降、相模国を支配した後法上氏や徳川家康より、車両を認められた。 また、武田信玄が、小田原攻めの途中に当社を参拝して、戦勝を祈願し、自身のまとっていた兜と太刀を奉納している。明治4年5月、近代社格制度において、国兵中車に列した。大正12年9月1日の関東大震災で、損傷を受け、昭和2年社伝修復を終えた。寒川神社からは、に至り二分に、それぞれ丹沢の大仙、富士山、 箱根の神山に日が沈む。寒川神社が建立された当時は海水準が高く、寒川神社は直接相模湾に面していたと考えられている。相模国には縄文時代の祭祀跡や遺跡が数多く存在する。寒川神社の起源そのものは歴史書に登場する以前の古墳時代もしくは以前に遡る可能性もある。本殿よび拝殿の手前には 新門がある。賛道は当社境内から南に 1km ほど進んだ JR 相模線の踏切近くにある和行鳥居から始まり、賛道途中には2の鳥居、境内入り口には最後の鳥居となる3の鳥居がある2001年より、新年から2月の節分まで新門に神話にちなんだ芸春ねぶたが飾られるようになり、夜にはライトアップもされている。 2012年まではその年の江戸にちなんだネブタが飾られていたが、江戸が一巡した2013年からは、神話ネブタが飾られている。神学山神淵家多徳資料館に奉納された、山岳、そぎの六級連鎖に相当する問題を掲載。神学山の神淵は、本殿裏手の神淵、寒川神社の起源と深い関係がある、南馬の小池を中心に、裏山の神学さんを、 主とする。元は、金属地であったが、2009年に、新学山の神園として整備された。当新園は、世界的に有名な日本庭園デザイナーである、総統州僧侶の増野俊明により設計された。主な見どころ、新学山を青中軸より排する場所、旧山の鳥居の基礎石から湧き出る泉、梅見門と腰掛け待合を排する茶室、抹茶と菓子をいただける茶屋、 発砲所の資料を展示、本殿の真裏にある上池、末茶平成11年11月26日指定。指定番号は、工芸第86号。道下部とは、社殿では、武田信玄が、永禄十二年十月に、ご法上市の小田原城を攻めた際に戦勝を祈願して、奉納したとも、合戦に際して、神社の周囲を焼き払い人賞を一時構えたことへの、 わびとして収めたとも伝わるもので、新編相模国フェド機構にも随理で掲載されている。当初は、カブト全体が黒漆塗りであったが、経年によりほとんどを剥落し、現状は、まびさしと筋の一部に黒漆が残存するほかは、鉄サビ地となっている。鉢の地鉄はよく鍛えられて厚く、戦国時代の関東地方で製作された、筋かぶと蜂の基準例となる入念作である。 八裏には、天文六年定遊三月吉日の年、カブトバチの作者、某州の名と顔に加え、アマテラス公大三宮、八万大菩薩、春日大明神の三者信号や般若信行が切られている点が珍しい。武田氏の家門である花火蜂紋を表した近藤の飾り病が付属していることから、社殿通りに信玄が奉納した可能性が高いと考えられる。 被護されていた創州葛中史といわれる、某州が制作した兜を信玄が所要、奉納したことについて、甲中研究家の三浦一郎は、銅兜が制作された天文6年には、武田、北条領師に何らかの関わりがあったのではないかとし、後に信玄が銅兜を奉納したのは、A61 年の交渉同盟破綻に、抗議の意思を込めてのことではないかと推測している。また、 カブトバチには、後頭部を防御するシコロの一段目の板と、銅の脇板、胸板の一部に、総半月の前建物が添うが、三浦は、脇板と胸板は、天正末期のもので、植法政権の武将が用いた甲冑の一生に、告示することから、豊臣秀吉の小田原性伐に従った武将が、奉納した甲冑の部品の可能性があるとしている。 なお、県指定重要文化財に指定される前の昭和16年4月9日には、国から重要美術品に認定されている。現在、当社の型特資料館にて展示されている。昭和51年2月20日指定。指定番号は、第2号。材質は、ヒノキ材とおぼしく、面全体に黒漆を塗って仕上げた、オーメンである。主長は20.8センチメートルで、 江戸時代後期の作と推測されるが、作者や詳細な制作年代は不明である。昭和54年12月15日指定。指定番号は、第6号。法業作り法系の黒ールし塗りかじ絵を施した法蓮のみこしで、透かし彫りの装飾が多く豪華な、江戸時代後期の大型みこしである。総高は205.5センチメートルで、総重量は72貫あるとされる。 昭和54年12月15日指定、指定番号は第8号。当社に奉納された由来は不詳だが、身幅が広く南北朝時代の姿を見せる刀で大きく曲げられているものの、直長寸である。波長は8 5 3トル、それは2 6トルである。昭和54年12月15日指定、指定番号は第9号。作者及び制作年代は、 不祥で、今日やりごしらいは川張りに仕立てられている。全長は77.5センチメートル、波長は31.7センチメートルである。平成26年4月1日指定。指定番号は、第21号。ご法上氏が、寒川神社を再興した際に制作されたと考えられ、ご法上氏と寒川神社との関係や、ご法上資料国内での自社造営の実態を示している。 指定された胸札は、大英二年期、北条シンクロ・ヒラ・ウジツ署名の者の、天文二年期、総集大衆、平宇次康署名の者の、北条宇氏政による最高時とされる天正六年期の者の三の点である。なお、大英二年期の胸札は、御北条氏が加盟を、伊勢から北条に改めた時期の所見資料と従来見なされてきたが、検討の余地が生じてきている。 最寄り駅もよりバス停もより高速 IC 年末年始直通バスありがとうございます。